はい、ではスローイングの実践的なスキルを紹介していきたいと思います。今日はアンダートス、アンダースローですね、ショートのポジションで二塁送球する時の動きをチェックしていきます。で、これの元になるのは前回から紹介したオーバースローでしっかり肘が伸びきって体のライン上でボールを離せる、この腕振りですね。上からしっかり遠くに腕を振れるポジショニング、このスイングをしっかり覚えた上でセカンドスロー、こういうショートスローですね、捕球して低いところでも L ポジションをしっかり作って、ここからの回転動作で体の横に手が振られる。これは下で腕を振るときにも上で腕を振るときにも、同じ動作になります。一回ボールもらってもいいですか。下でボールを振るときにも L ポジションから回転していったときに体の横にリリースが来るように投げます。はい、ではまずスローイングを安定させるために捕球姿勢を最初から作った状態で片膝立ちになってキャッチ、テイクバック、 L ポジションを取ってスイング動作を行っていきます。キャッチ、 L ポジション、まずはここまでですね。キャッチ、 L ポジション、しっかり外に腕を振ってテイクバックを作っていきます。ここからの腕振りですね、体をしっかり回してスローイング、体をしっかり回してスローイン、腕を小さく振らずに大きく振っていきます。悪い例はテイクバック取った時に手が体の近く耳元に上がってきてしまって、ここからスローイングする時に肘先が前に出てリストでボールを投げてしまう。こうすると特にアンダースローとか体を十分に使えない時のスローイングではリストスローになると強いボールを投げられません。リストスローにならないように今の形リストを振って終わらずにしっかり手は遠くの位置に置いて腕で振っていきましょう。はい、次はバックステップスローまたはジャンプスローになりますね。イメージは三遊間の深いところでボールを捕球して、ここからのスローイングになります。この練習をすることによって特に高いところに腕が上がって振り下ろすという動作を、やりやすくというか意識しやすくなります。遠いところのボールを低いところでリストだけでスローイングするのではなくて、しっかり体を起こして高いところでスローイング、しっかり胸から腕を振っていく練習です。遠いところでキャッチして上体を起こしてスロー。これはボールは一塁に届かなくてもいいし、距離をもっと近づけてもいいので、この中で高いところでの腕振りをしっかり習得していきましょう。上体を起こしてスロー。はい、いろんな動作でのスローイングですね。しゃがんだところからの下投げ、それから走っていってのランニングスローとかジャンプしながらのスローイング、こういう動作の基本になるのは胸からの腕振りになります。実践でいろんな姿勢からスローイング動作ができるとアウトにできる確率が増えていきますね。そのスローイングを実現するのは大きな腕振りです。なのでこういう動作、試合で使う使わない、あとは確率がいい悪いではなくて、ステップアップしていくためのねスキルとして一つ一つ練習して、ジャンプしながらの腕振り
で高いところで打点を作るというのを練習していくことによって腕振りを大きくしていく。これで実際のスローイングが入っていった時にも大きな腕振りを作ってスローイングに入っていけるように普段からスローイング動作を練習していきましょう。